ですので、ここからですね、始めていきたいと思います。一般社団法人パラアーティストマネジメント協会の、小島と申します。代表理事を務めさせていただいております。よろしくお願いいたします。それではですね、パラアーティストマネジメント協会について、活動が開始しましたので、そのことについてですね、皆さんにお話ししたいと思います。それでは1枚目の画面出したいと思います。大丈夫ですかね。はい、見ていただけるかと思いますが、2020年、NPO 法人協愛学園設立10周年を迎えるにあたって、アーティストの才能の発掘の場所を全国ですね、また世界へ今後さらに広げていくために取り組みを推進する目的で、2018年に、12月21日に発足いたしました。ご存知のようにですね、2020年もしくは2018年、19年ですね、コロナがですね、大々的に広がってしまいまして、実のところ、このパラアーティストマネジメント協会の活動は、全くと言っていいほどできてない状況がずっと続いておりました。で、そうは言いましても、結構いろんな方、からのリクエストがあって、どんな活動ができるんでしょうかとか、どういうふうにやったらいいでしょうかとか、そんなことを結構問い合わせいただいてたんですが、コロナで大変申し訳ございませんと申し上げていたんですね。それでコロナもだんだん落ち着いてはいませんが、だんだんですね、慣れてきたというと変な言い方ですけど、もうそろそろやはりもうやろうかと。いうことで、それと同時にやはりたくさんの問い合わせがいろんなところから参りまして、そしてですね、まずは小さい形で始めていこうかということで、今年のですね3月から本格的に活動を始めるというふうにしました。はい、私たちだから表現できる世界があるということなんですが、パラアーティストマネジメント協会は何らかの障害を持った方たちを対象に音楽やアート活動を通して素晴らしい才能を見つけて活躍の場を広げられるようにサポートしております。でこれは私のここメンバーになっていただいた方は何らかの障害があるというところが、ある意味キーワードになってくるんですが、障害を持った方でね、たくさんのアーティストの方がたくさんいらっしゃいます。でそのたくさんいらっしゃる中でですね、やはり障害があるということで、彼らをサポートしなくてはいけない場面がたくさんあります。例えば視覚障害の方ですと、視覚障害の方たちの動線だったりとか、いろんなところ、いろんな気遣いというかがたくさんいるんですね。で例えば大変重度な自閉症の子なんですが、その自閉症の子がですね、素晴らしい演奏をされる、そういった素晴らしい演奏をされるときにですね、どういうふうに彼らを守ってですね、素晴らしい演奏をご披露するのか。ここはですね、やはり本来持つ、自閉を持つ子たちを理解、納得できてないとなかなか難しいなというのがやってみて現状、そう思います。さまざまな障害を持った方たちにたくさんのチャンスをお渡しできるっていうのは、本当に彼らの持ってる素晴らしい能力をさらにさらに引き出していくことができると確信しておりますので、このパラアーティストマネジメント協会は障害を持った方たちに特化してやっていきたいというふうに思っております。はい、次、ミュージックということで、実はですね、パラアーティストマネジメント協会はミュージックとアートという2つのカテゴリーがございます。今日はですね、ミュージックだけに特化してですね、説明をさせていただきたいと思います。先ほど私が申し上げましたパムミュージックというのは、先ほど申し上げたように知られざる障害者アーティストたちを発掘育成ということです。こちらに関しましては、
ただ単にですね、舞台を作っていく、ステージを作っていくということだけではなくてですね、まずは、舞台を作るために必要な、パフォーマンスはどうしていったらいいのかとか、どのようなプログラムが人々に感動を与えるんだろうかとか、いろんなそんな、研究会だったりとかミーティングなんかも、どんどんやっていきたいなというふうに今思っております。それでですね、特性を生かした活動や講演会ということで、こちらにも書いてありますが、創造していくことにより多様性のある社会の実現に貢献すること、でこの社会の実現に貢献することということなんですが、これはですね、障害を持っているということだけで社会的弱者というところのカテゴリー位置づけになってしまっている方もたくさんいらっしゃって、せっかく能力がおありなのにそこを発揮できずにいらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですね。で、昨今ですね、この多様性、ダイバーシティと言いますが、多様性という言葉が頻繁に使われているんですが、実際本当にこのダイバーシティというものを社会の中でどういうふうに取り入れていくのかっていう、その、現実的にその取り入れるっていうのがなかなかまだ見えにくい部分があるなと。で、パラアーティストマネジメント協会はこれを音楽でですね、社会と障害を持たれた方たちをつなげていく、そういうふうに考えております。私は障害を持った方たちとの関わりはもう本当に長きにわたってなんですが、実は大学を卒業して、音楽大学を卒業して、最初にですね、特別支援学校で音楽を教えたというところから、まあ、実は始まります。ですので運十年携わっているということですが、本当に彼らの持っている、音、それからパフォーマンス、これはですね、私がプロの方たちの演奏を見るとき感じるものとまた全然違うもの、感動がやっぱりあるんですね。15年ぐらい前に、前私が所属しておりました団体でですね、啓発事業ということでいろんなところでピアノのコンサートをやってらっしゃいました。で、初めてそこに伺ったときに、片手しかない、女の子がですね、両手で、ですので左の腕がないとこはここでですね、鍵盤を叩き、そして右手で、演奏すると。で、これにですね、私はもう本当に目から鱗で、指で演奏するっていうのが、まあ、本来当たり前のことですが、こういったとこを使ったり、もしくは口に何かを加えて使う、それから例えばペダルなんかが押せない子は特殊な機械を使ってペダルにリンクさせるようなものを使って、ペダルが押せなくても駆使したことでペダルを踏んでいるような、そういったことをした方も見たことがあります。どんな風にしてでもこう伝えるっていうことができる時の、その彼らのそのなんとか自分の演奏を皆さんに聞いていただきたいっていう気持ちが、そこまで深く、考えておやりになるんだっていうのを見たときに本当に感動しました。本当に伝えたいんだっていうのが、そういったパフォーマンスで伝わるんだなっていうことを私は感動しました。それでですね、やはりぜひとも障害を持った方たちに音楽やアートを知っていただき、たとえ障害があっても、いやいや、できることはたくさんあるんだということをご自身、そしてご家族の方にも分かっていただけるではないかなということで、この活動を始めております。実は2010年ですね、NPO 法人共愛学園というのを設立しまして、ここは小さな、18歳までの小さな、本当に音楽のもう全くわからない子たちが音楽教室に通うような形で来てらっしゃる、そういった施設を今運営しておりますが、そこで育てた方や、そして全国から音楽をしっかり頑張って学ばれた障害を持った方たち、その方たちをパラアーティストマネジメント協会で
サポートしていこうということでなっております。本当に毎回毎回ですね、演奏会をまだまだ少ないですがやるたびにですね、本当に彼らが表現したいっていう気持ちが本当に伝わってくる演奏で、毎回本当に感動します。これをもっともっと社会の皆さんと分かち合えたらいいなというのを本当に切に願っております。はい、ミュージックですね、活動が始まりまして、それではどんな活動があるんだろうかということで、今まずですね、パラアーティストマネジメント協会に登録をされているアーティストの方とか研究生の方がいらっしゃいます。これはですね、アーティストといってもプロアーティストの方とアーティストの方と研究生の方と、3つに分かれております。プロアーティストの方はもうすでにプロとしてご活躍なさってらっしゃる方が、PAM の理念に賛同して、そして PAM のマネジメントでも活躍したいということで、他の事務所に入ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、私どもの、こちらの協会でプロアーティストとして、参加をなさってらっしゃいます。そしてアーティストですね、まだプロというところまで行きませんが、アマチュアだけどでも頑張ってやりたいとか、あとプロなんだけどちょっとアーティストというところでという、ご本人の希望ですね、こちらの方で、アーティストとして登録をしていただいてます。そして研究生ですね、研究生の方はこれからですね頑張りたいっていう方を、応援していくというプログラムを作っておりまして、先日3月の27日もですね、名古屋の方で研究生ばかりのコンサートをプロのバイオリニストとチェリストの方とジョイントでやらせていただきました。後ほどそのあたりの説明はまたさせていただきます。アーティストとして登録をしていただくのに特に大きな縛りはございません。ただ私はやはりなぜ障害を持った方たちだけをマネジメントするのかっていったところの考え方だったりとか、そして皆さんが同じ方向で何か大きく盛り上げていけるためにはアーティストとして登録していただいて、理念とか、それから目標とかそういったものをよくご理解いただいて、一つの、団体できちっとやっていきたいなというふうに思っております。これはなぜかというと、作ったからにはですね、5年後10年後とか、やはり本当に世界でもできるようにとか、大きくやっぱり団体をしていくにはビジョンだったりいろんなものが必要になりますし、やはり関わってる人たちがどのくらい熱い思いでこの団体を盛り上げて、そして、最終的に自分を盛り上げていくのかっていうことだと思います。さまざまな、取り組みをしますので、もちろん経費的な部分だったりとかそういったものもたくさんかかります。やはり団体としてきちっとやっていくためにはこのシステムが一番、上っていけるんではないかというふうに思っております。そして次にアソシエイトですね、こちらはですね、プロの方に参加をしていただくということです。今お話しした内容だけでは分かりにくいかと思いますが、ホームページなんかにもございますし、分からなければ事務局に聞いていただければいいかと思いますが、プロの演奏家の方とか、それからカメラマンとか、それからプロデューサーとか、作曲家とか、コンポーザーとか、いろんな方がいらっしゃると思いますが、プロのですね、そういった演奏家の方たち、この方たちに参加をしていただいております。そして、今この入会のご案内ってありますが、時には、コンクールとかそういったところの審査員をやっていただくとか、やはりこの時にですね、今回もやってみて思いましたが、障害を持った方たちのコンクールってある意味やはり審査をしていくのってすごくやっぱり難しいんですね。なぜかベースが一緒じゃないんです。例えば、普通障害を持ってない方、普通の、いわゆる健常の方というのは基本5本指がありますね。で、
その中で楽譜を見てきちっと弾くということができますが、私どものアーティストは3本しか指がないとか2本しか指がないとかっていう方がたくさんいます。そうすると当然楽譜通り弾くことはできません。でその中で芸術性とか技能性がどれぐらい高いかというのは、アソシエイトの方、審査員の方の見る、ジャッジする仕方が違うんですね。でここをですね、より彼らの、音楽性、芸術性ですね、を高く評価していくために、どんな考え方でやっていったらいいのか。これは私はある意味新しい、考え方でやっていけるんではないかなっていうふうに思っておりますので、そういった新しいタイプのですねやり方をどんどん、大きくしていくためには、撮影班だったりとか、たくさんのプロの方が必要になってきます。それでこのアソシエイトというのはプロの方にご参加いただくという、そういった内容になっております。次にサポーターズ、こちらはですね、PAM のパラアーティストマネジメント協会をぜひとも応援したいという法人の方とか個人の方ですね、そんな方にご応募いただいて、そしてコンサートなんかをご案内していくという、そういう形になっております。はい、はい、それではですね、最後に、私は最後でまた次に、おりますが、まずですね、今ですね大きくこのアーティスト登録とアソシエイトとサポーターズがいますが、4つのカテゴリーを少しずつ確立してきております。1つはパラ国際音楽コンクール、この前5月29日にございました。これも本当に初めてのことでしたので、迷いいろんなことを考えながらやりましたが、全国から50名の方が応募してくださいまして、見事に7名の方が当選されました。そしてパラミュージック国際シンポジウムですね、こちらは障害を持った演奏者を盛り上げていくためのシンポジウムをやってまいります。そしてクラシックフェスティバル、これはですね、ガラコンサートも含めまして、ミュージックデーということでやらせていただきます。そして、PAM アーティストコンサート。これは3月に行ったもの、それから後でもまたお話ししますが、9月の18日に行う PAM アーティストコンサートですね。こちらの4本柱で、まずはですね、やっていこうということで、これが4つをですね、年に何回やるかというと、結構な数やることになるかと思います。大事なことは、私はやっぱり本当に、せっかく素敵な演奏されるものをもっと皆さんに聴いていただきたいっていう気持ちをもっと出して、そしてプロの演奏の方、ごめんなさい、この障害を持ってるという方ではなくて、そのプロの演奏家の方が、音楽っていうのはその障害があるとかそうでないとか関係なくですね、本当に琴線に触れる、感動できる素敵な音楽を作り出すっていうことがやはり大事ではないかなと。そのためにはやはりプロの方もまた興味を持っていただいて、本物の音楽、感動できる音楽は何なのかっていうことをご一緒に考えられたらいいかなというふうに思っております。はい、まず私の説明はここまでとさせていただきます。次にですね、小柳真由美さんという方で、この方ご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、今回コンクールの審査員もやっていただきました。長きにわたって障害児教育を、障害を持った方たちとの関わりを持たれ、そして唯一というか、ご子息がですね、障害を持っていらっしゃるということで、今日はですね、息子さんがアーティストとして今活躍なさっていらっしゃいますが、アーティストとして活躍するとこんなに世界が変わりましたみたいな話をですね、15分ほどしていただけるといいかなと思いますので、それでは小柳真由美さん、よろしくお願いいたします。映ってますかね。映ってます。ますか。あ、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。あ、ちょっと待ってください。あ、今、じゃあ始めますね。はい。はい、今ご紹介に預かりました、小柳真由美と申します。よろしくお願いします。
息子が自閉症で、ピアニストをしています。息子の方の、紹介のフリップも作っていただいたので、ちょっと次に2番の方に、私が動かすのではなくてそちらですね、小柳拓人の方を出していただけますか。共有画面、次ですね。はい、そうです。はい、簡単にちょっと紹介だけをしたいと思います。自閉症です。それで本当に小さい時はですね、叫ぶ、言葉は喋らない、いなくなる、この3点セットで本当にもう音楽どころの話ではなかったんですが、なんで音楽を始めたかというと、この3点セットが、音楽が鳴っていると収まっている瞬間があったんですね。カセットテープの音楽だったり、コマーシャルの音楽だったり、それで何かこの音楽が彼を救ってくれるんではないか、実を言うと私を救ってくれるんではないかと思って、それで何かピアノでも弾けたらいいな、でも無理だろうな、人から物を習うことはできないし、というので始めました。本当にいつ辞めてもおかしくないような状況だったんですけれども、その頃から自閉症特有のですね、人にはできないけどなぜかできるみたいなことがポツポツと、ピアノの場面でも、彼は両手になる部分は何の苦労もなく片手から両手に行きましたし、それから練習場面でもですね、他の兄弟たちも習ったんですけれども、まあ皆さん一般的に練習はしたくないし、毎日何時から始めるなんてこともまあなかなかできないですけれども、まあ自閉症の数字と時間の特徴から、特性からですね、もう必ず8時には始めて、必ず3冊の本を順番に練習して、指番号も必ずその通り守ってというような、まあそこに自閉症の特性がもうもろに現れまして、あ、これは自閉症ので、本当に日常は困りごとばっかりだったけれども、ピアノの場面では、まあ、ある意味優等生だなと思うようになり、まあ私は今いろいろなところで講演をしてますけれども、得意を得意に変えてという、特別に異なったことを得意なことに変えてというテーマでお話をさせていただいたり、まあその頃からそれをポリシーに育ててきたつもりです。で、まあその後ですね、いろいろな、障害者のフェスティバルとかコンクールとかでご縁をいただいて、まあ賞をいただくようになったりして、それでまあそこに書いてありますように、まあそれ以外にもいろいろなことにチャレンジしたり、また平日は会社員としても働いています。はい、じゃあこれが息子のまあ大体の紹介ですけれども、今日いただいたテーマはですね、まあ息子がアーティストとして経験して良かったことを話してくれということなので、これからまた10分ぐらいでお話ししたいと思います。まず一番最初はですね、彼が社会における役割を明確に感じてきたということです。それは私もです。まあ、誰しも障害関係なく自分の役割というものを感じ、またそれが果たした時にこう喜びを感じるわけですけれども、障害というのがあると、まあまず何ができない、これもできない、あれもできないと、こうマイナスのことばっかりが目についたり、まあ現にそういう状況が起きたり、それでとっても落ち込むことが、自己否定するようなことが多かったんですけれども、まあ、ピアノというそのツールをいただいたことで、演奏というステージをいただいたことで、あ、自分の役割がここにあるということを、演奏の後、拍手をいただいたりすることで、彼が満面の笑みを浮かべて、お辞儀をするときに、ああ、本当にこのピアノに出会えてよかったな、と、すごく思いました。で、またプロの、まあ、プロのという言い方ちょっとやめますね。まあ、障害を持ってない、いわゆる一般の方のストーリーとは違う、彼らはストーリーを持っています。このピアノにたどり着くまででも、いろいろな苦労があったり、先ほどのような自閉症ならではの発見があったり。で、それをこう、どうやって、弾けるようになったかということは、演奏と以上にとか、演奏と同じく、とってもお客様は興味があります。私も最初ですね、ただ、息子の演奏について言ってたんですけれども、必ず終わると、どうやってピアノ弾けるようになったんですかという質問を受けるようになって、あ、
これはそこを話した方がいいんだなということで講演活動を始めました。でさらにですね、最初は講演をしてから演奏、まあ、あるいは演奏してから講演をしてたんですけれども、あ、そうではなくて、こう話をしながらこういうことで、まあ、この曲で、そういうふうに演奏とトークをこう挟んでいく方式がすごくこうお客様にこう、スムーズに伝わるな、あるいは自閉症のことの説明も含めて、それで、今は演奏してはお話、演奏してはお話という、まあ、スタイルを確立して、それで講演&コンサートっていうのをしています。でお客様からの感想はですね、もうとにかくいろいろ希望がもらえたとか元気をもらえた、これは障害を持ってる自閉症の親御さんだけじゃなくて一般の方からもそういうのをいただいて、あ、私たちの活動、講演や演奏って一定の役割があるんだなというのをすごく実感、明確に感じています。ですので、皆様もこの間の演奏を聞かせていただきましたけれども、そういうスタイルでやっていくというのも一つの方法だと思います。それからですね、まだ、2つ目はですね、彼がステージで演奏することによって、こうまだ見たことのない世界というのを私は見ることができました。最初は障害者のコンクールとかフェスティバルに出ることから始めたんですけれども、まあ、ここでまず同じ障害の方と出会いますよね。で、まあ、こんなにやってるんだとか、あ、こんな感じなんだ、ここ同じだな、それがまず発見でしたし、今度は違う障害の方も当然いらっしゃるわけです。先ほどね、小島代表がおっしゃってたように、前の私も団体で所属してきたときに、まあ、自閉症の人のことは分かっていたけれども、あ、同じ知的障害あるっても、ダウン症の人は全然違うなとか、あるいは一番驚いたのは、指の欠損。まあ、10本指が普通じゃないですか。それをなんで指が欠損があるのにピアノをやることになったかとか、そのお話や経緯をこう楽屋などで聞くとね、あ、自分が見ていた世界とか、なんか自分ばかりがこう、かわいそうな被害者だとか、そういうものがすごくパッと抜けて、ああ、知らないことだらけなんだな、というのをすごく感じました。それから、海外のコンクールもたくさん出たんですけれども、またここでは、そういうことに加えて、日本だからこそ、あ、こういう障害者に対してこういう目があるな、というものもあれば、海外はまた全然違ったり、そのいい悪いは別として、また家族のこう姿勢、もう全然それぞれ違いますし、あ、こういう感じで家族のサポートしていきたいなという、こう、お手本というか、まあ自分の憧れの姿ですよね。それが、まあ日本で見るだけではなく、海外のファミリーを見ることによって、あ、すごく広がったと思っています。はい。それじゃあ、まあ最後にですけれども、そうですね。まあ、そして今ということでですね、今はいろいろな団体からご依頼を受けて、講演&コンサートをしています。で最初はね、福祉団体からだったんですね。とてもそれは自然な流れだと思います。でただその後、自閉症や障害というわけでなく、やはり何か志を持っていらっしゃる団体、例えば日本赤十字社であるとか、社会を明るくする運動という、こう刑務所を出た後のサポート、まあ、そういうな何かそういうハンディなり、難しさを持っていらっしゃる方のサポートをする団体とか、あるいは、だんだん医師会とか、それから、大学祭に呼ばれたりとか、あとはホテルの新春イベントに呼ばれたりとか、こうだんだんなんていうんですかね、障害直接関係なくても呼ばれることが増えてきて、まあまさにそういうとこで本当は演奏してお話しするのが、まあ啓発なんですよね。同じ人たち、同じ種類の人たちが集まったところでやっても、まあ真の啓発にはならなくて、で私自身はそういうところからご依頼を受けると、もうとてもまあ嬉しいし、やりがいを感じるし、これでこそ啓発だなと思ってやっています。それから、まあ、最後になりますけど、まあ人生いろいろなたくさんの引き出しがあれば、こう豊かだと思うんですが、まあそれは障害関係なくです。で、息子もですね、まあピアニストという
一つの肩書きを持ち、また平日は会社員という肩書きも持っています。ちょっとだけ会社員のお話をしますと、ピアノで指が早く動いて、それから指番号を守るというので、パソコンにたどり着いたんですね。で、パソコンもキーを指を決めてやらなきゃいけませんし、それから自閉症の人は写真的な記憶がありますので、パッと見たものを写真のように覚えます。そんなもんですから、データ入力をやらせると、右の書類を見たものを写真のように捉え、それを先ほどの手の速さと指番号の指が、キーのタッチが、一定してますので、ものすごいスピードで打てて、2倍のスピードで打つことができます。で、それをアピールして、今の会社に障害者雇用で正社員として入り、今10年を迎えて、継続中です。という、会社員としての肩書き。それからもう一つは、チャレンジャーとしての、肩書きを持っているつもりです。音楽の場面では、ピアノ以外に12歳からフルートを演奏しますし、フルートをやることによってアンサンブルができますので、とても世界が広がりました。それから、2019年には、障害者のファッションイベントに出たり、それから2021年には聖火ランナーに選ばれたり、そして、2022年、今年ですね、高校時代に描いていたアートに、注目してくださる方がいて、アートで T シャツを作ったり、あるいは今私の後ろに飾っているんですけれども、こんな絵をいろいろ描いたりするもんですから、それを元に、何かをやったり。というわけで、5分でわかる小柳タクトというプロモーションビデオがあります。もうそれは本当に音楽だけではなくて、アートとか、日頃の様子とか、もう全部、ある自閉症の人の生活はこんな感じなんだよ、こんなことしてるんだよっていうのを5分にまとめたものです。僕のピアノ演奏による僕の物語というのを、小柳タクトのホームページを見ていただければ出てきますので、もしご興味があればぜひ見てみてください。皆さんの、目の前には本当に今はまだ小さい世界かもしれませんが、やっぱり一歩出ていくことでしか自分が出ていくことでしか世界は広がりませんので、ぜひいろいろな機会を捉えて、チャレンジしていただきたいと思います。はい。というわけで私のお話は今日はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。本当にものすごく ご活躍でね、本当に仕事毎日行けてるんだろうかと思うようなご活躍されておりまして、はい。とてもいいね、ライフスタイルを。はい、エンジョイされてるんだなっていうふうに思います。ありがとうございました。はい、それではですね、次はですね、川島事務局の方からですね、さまざま説明をさせていただきたいと思いますので、はい、では切り替えたいと思います。はい、失礼いたします。声聞こえていますでしょうか。大丈夫ですかね。先ほどから少し問い合わせ等が来ておりまして、音声の不具合とか、ちょっと画面の不具合とかいうこともございまして、仕様によって少し違うところが、使ってらっしゃるものによって違うということもありますので、またアーカイブ等でご案内はさせていただきます。よろしくお願いします。では、私、事務局の方から、別のところからになりますけれども、お話をさせていただきます。事務局担当しております、川島と申します。よろしくお願いいたします。では、順番にご説明と告知等をさせていただきます。今後のことも、大変内容としては多いですので、ぜひ、アーティストの方、またアーティストに関わっていらっしゃるご家族とか、指導者の先生、そして、アーティストご本人、またその周りのお友達ですね、いろんな方にちょっとこういったお話を拡散していただけるといいのかなというふうに思っております。では、先ほど出てきた4つの柱の中から、まずパラ国際音楽コンクールについて少しお話をさせていただきたいと思っております。では、次のページへお願いいたします。はい、ありがとうございます。パラ国際音楽コンクール、今回、今見てらっしゃる方で出演された方もいらっしゃると思いますけども、
昨年の3月に、あ、5月に、本番が、本戦が神戸の方でありました。そちらに書かせていただいているように、音楽を通して表現する障害者の方の無限の可能性と魅力を発信し、先ほども話がありました、社会の中で生き生きと活躍する場を広げるという思いでコンクールを発足させていただきました。2枚目お願いいたします。で当コンクールは、すでに出られている方、ご存知だと思いますけども、本当に、まあ、音楽に関わる方、すべて障害を持った方、すべてを対象にしたコンクールになっております。で今日ちょっとご紹介したいのがですね、今回コンクール終わられての審査員の先生方のお言葉があるんですけども、こちら SNS 等で公開はしておりますけど、まあ、今回出演された方、またそのご家族、また今後もしかしたら出演されている方のご参考になればなと思って、少し短めですけども、ご紹介をさせていただきます。まあ、審査員の方が、一つ共通して、言ってらっしゃったのが、本当に今まで見たことのない色彩や音色に出会うことができましたということを言ってらっしゃいました。まあ、個性、その人にしかない音楽というものをコンクールで存分に皆さん発揮していただいて、それが審査員の方に本当に心に響きました。まあ、正直なので審査は難しいというふうに言われてしまったんですけども、ぜひその感覚を今後も大切にしていただいて、もちろん技術的な面の練習も必要かとは思うんですけども、それ以上に先ほどの小柳先生のお話でもあったように、その方の個性であったりだとか、その方のいいものをどんどん伸ばしていけるといいかなと思っておりますので、ぜひご自身またはご家族、お知り合いの方に、そういうふうに今後もしコンクールやられる場合は、どん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 自分らしさということを追求していただけるといいのかなというふうに思っております。また別の審査員の方からは、ここまでたどり着くまで の背景を少し考えて感動しましたというようにお言葉をいただいております。もちろんその場の音楽もそうなんですけども、そこまでに至る過程、もちろんそれは見せないんですけど、やっぱり演奏しているとそこが見えてくる。あ、ここまで来るまでにこんなような練習したのかなとか、どのような苦労があったのかなっていうのを感じて、本当に感動しましたというお言葉をいただきました。他の審査員の方も本当に順位、今回、またご説明しますけど、順位がつきまして、まあ、予選50名の方が出て、そしてさらに22名の方が本戦出て、さらにはその中で入賞ということで、もちろん順位はついたんですけども通過点に過ぎませんと審査員の方は言ってらっしゃいます。で、最大の宝物は、まあ、この言葉そのまま引用させていただきますと、仲間に出会えたことではないでしょうかというお言葉をいただきました。先ほどの小柳先生も違うタイプの障害を持っている方と出会って本当世界が広がりましたというふうにお話があったんですけども、コンクールはもちろんコンクールなので賞があったりとか審査をするようなものではあるんですけど、それ以外にも、まあ、今回今聞いていただいている方、見ていただいている方もそうなんですけども、まあ、このコンクールを通してより多くの方に出会うきっかけになればいいかなと私も思っております。本当に様々でアーカイブが残っておりますので、また後で、YouTube のご案内させていただきますけれども、演奏の楽器も様々ですし、持たれている障害も様々で、本当に素晴らしい演奏コンクールだったと私も端から見て思いました。ぜひこのコンクールですね、今後も続いていきます。今回出演された方、また今回は出演されなかったんですけど、次回もし考えていらっしゃる方、近々、来年近々、コンクールのことを告知できればいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ写真等もございますので少しご案内させていただきます。まあ、当日このようなホールで、先ほどお話しさせていただいたようにピアノがあったり、今回フリー部門というものがございましたので、民族楽器なんかもありました。で、今回はエントリーはなかったんですけども、アンサンブルなんかも、部門としてはありますので、ぜひ今後第2回がもし開催されるときは、皆様ぜひお近くのお友達と声を掛け合って、アンサンブル部門とか合唱とかにも挑戦していただけるといいのかなというふうに思っております。本当に素晴らしい回でした。最後にちょっとこのコンクールにあたって、もちろん、そこには指導者の先生とか今保護者の方、さらには今回本当に多くの会社様から協賛をいただきました。ちょっと一例をご案内させていただきます。こちら、今回のコンクールに向けての協賛の一覧でございます。本当に多くの方が、今回のコンクールを応援していただきました。
で今後もぜひということでお話たくさんいただいております。やっぱこういった活動の裏にはいろんな方のお気持ちであったり、こういった支えがあってコンクールが成り立っております。また後で改めて紹介をさせていただきますけども、先ほど小島理事長からお話があったサポーターズの件ですとか、アソシエイトの件、ぜひ多くの方に知っていただいて、みんなで支え合ってこういったコンクール続けていけるといいかなと私は思っております。よろしくお願いいたします。最後に、先ほど少し話させていただいた第2回のコンクール等についてなんですが、また近々ホームページ等でご案内できればと思っております。ちょっともしかしたら、告知が来年以降になってしまうかもしれませんけども、基本的には SNS やホームページ等で全て告知をさせていただきますので、定期的にぜひ SNS、ホームページ見ていただけると助かります。また後で、その件は広報担当よりご案内をさせていただきます。ありがとうございます。じゃあ、コンクールについては以上になります。では続きまして、パムアーティストコンサートですかね、お話をさせていただきたいと思います。画面切り替えますのでお待ちください。はい、こちらについては、先ほど小島理事長からお話があったと思います。これもまさに出会いの、コンサートで、そちらに、ちょっと画面小さいので見にくいかもしれませんけども、下に、表示されている5人の方、こちら研究生、パムアーティスト研究生の方で、右上に載っている方が、プロの演奏家の方たちでございます。第1回目につきましては、そういった研究生の方とプロの方の共演ということで、企画をさせていただきました。本当に私、これはちょっと個人的な感想になってしまうんですけども、予想以上の音楽を聴くことができました。それはやっぱり何かというと、もともとやっぱパムアーティスト研究生の子たちが持っている音楽性であったり、それがまあ技術的にうまく表現ができないんですけど、今回プロの方にそれを引っ張っていただくことによって、その方たちの研究生の子たちの良さがぐっと引き出されたかなというふうに思っております。こういったアプローチも、こういったパムパラアーティストマネジメント協会ならではの、企画かなというふうに思っております。今回、終わった後に皆様にアンケート等を書いていただいたんですけども、そちらの、お言葉を少しご紹介をさせていただきます。本当に素晴らしいコンサートでして感動しましたという声がほとんどでした。私も言いましたけど、予想以上にというか、思っていた以上に素晴らしいものを聞かせていただきました。ありがとうございましたというようなお言葉をいただいております。で、先ほども少し話をさせていただいた、支えの部分なんですけども、またこの後第2回の、コンサートのお話もしますけども、このパムアーティストコンサートにはサポートチケットというものがございます。通常のチケット料金に加えて、パムアーティストの方が活動するために必要な費用を支援していただくためのチケット、例えば、通常ですと今回第2回3000円のものが、ちょっと S 席ということで、ちょっと前の方の席をご案内させていただいて、5000円ということでさせていただきました。これも本当に気持ちが、こういった形で気持ちを受け取ることができて、運営している側としても本当に助かっております。で、今見ていただいている方に、今回アーティストの方多分たくさんいらっしゃいますよね。視覚障害の方なんですけど、今もZoomでこれ聞いてくださっております。今回は視覚障害のアーティストの方が、じゃあ次第2回の方行きましょうかね。視覚障害のアーティストの方が、9月18日に名古屋の中川文化小劇場の方で演奏をしてくださいます。これも私はまさに出会いだと思っております。ピアノの方、ホルンの方、いろんな方がいらっしゃいます。トロンボーンの方。そして、盲導犬協会の方に来ていただいて、普段どういった生活をされているかっていうようなお話も聞くことができます。私は今回のこのコンサート2つの側面で聞いていただけるとありがたいかなと思います。一つは本当に障害を持っているからとか、そういうことではなく、純粋に音楽として楽しんでいただけるといいのかなというふうに思っております。視覚障害の方を持ってらっしゃる音楽って本当に繊細で、やっぱり私たちでは聞き取れないようなものであったり、音色であったり、そういったものが本当に敏感に作ってくださいますので、ぜひ音楽として楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。でもう一個の側面としては、やはりとは言ってもそれぞれの方の生活バックグラウンドですね、というものはこのコンサートじゃないときっと知ることはないかなというふうに思っております。パラアーティストマネジメント協会が発足して、
少しずついろいろ周知はされていっているんですけども、まあ、正直なところまだなかなか世間にはその姿かというかその活動が届いていないかなと私は思っております。そこで皆様のぜひお力を借りたくて今回カンファレンスをさせていただいてお話今しているのも実はそういった意味があります。ぜひ一人でも多くの方にこの活動このアーティストの方の活動をお話をしていただきたいと思っております。おかげさまで少しずつ実はですねチケット売れてきております。ただまだまだチケット余裕ございますのでぜひお声掛けいただいて一人でも多くの方に来ていただきたい。やっぱ音楽生で聞いていただきたいと私は思っておりますのでぜひぜひということでお願いいたします。素晴らしいコンサートになると思っております。よろしくお願いいたします。では続きまして、今度行われるちょっと新しい企画についてご案内させていただきます。パラミュージックデーというものを皆様にここで初ですね今日今リアルタイムで聞いていただいているアーティストの方ご家族の方ラッキーかもしれませんということで、ご案内をさせていただきます。2023年の2月12日にこちらちょっと神戸の方にまたなってしまうんですけども松方ホールの方でパラミュージックデーあなたも主役にというものを、企画させていただきました。その中に第1部第1回パムクラシックフェスティバル in 神戸そしてパラミュージック国際シンポジウム、シンポジウムについては先ほども話があった通りですね、第3部、第1回パラ国際音楽コンクール入賞者ガラコンサート、先ほどのコンクールで入賞された方の演奏もここであります。なんと、上位入賞者2名の方に関しては、本物の、まあ、オーケストラ、生の本当のオーケストラを、まあ、コンチェルトですね、ピアノではなく、オーケストラでコンチェルトという、とても楽しみな演奏会になっておりますのでこれもぜひ皆様に聞いていただきたいと思っております。で今回ですね皆様に一つ、ご案内したいのがこの第1部のパムクラシックフェスティバル in 神戸というものなんですがこれの参加者を広く受け付けようと今思っております。ではちょっと詳細についてお話をさせていただきます。2ページ目お願いします。はい、今回の開催趣旨ですね、まあ、コンクールと同じように社会の中で生き生きと活躍する場を広げるとの思いからクラシックフェスティバルの方を開催させていただきました。では3枚目お願いします。場所は、神戸新聞松方ホールということで、まあ、今回今聞いていただいている方は大抵もうすでにパラアーティストマネジメント協会に関わってくださっている方が多いと思うんですけども、まあ、今回はパムアーティストの方はもちろんそれ以外の方も広くちょっと告知募集をさせていただいております。なかなか障害を持った方で発表する場がないなとか自分を表現する場がないなという方のためにちょっとぜひぜひと私たち聞いてみたいですということでクラシックフェスティバル in 神戸ということで今回企画をさせていただいております。4枚目お願いいたします。はい、出演者募集要項は、まあ、もちろん今回は、コンクールではございませんので、まあ、演奏の技術で、まあ、賞がつくわけではございます。また後で聴衆賞というものは ご案内させていただきます。で対象楽器はコンクールと同じくピアノ、管打楽器、弦楽器、声楽などピアノ伴奏付きももちろん可でございます。演奏時間は5分以内、オリジナル曲可です。まあ、ただしクラシックを基調とした曲であることということで、まあ、そこだけは少し制限ありますけど、まあ、ただなるべく多くのものを受け付けようというふうには思っております。で、パムアーティストもすでに登録されている方、じゃあ5枚目いっていただいては、出演者の参加費なんですけども、一般の方は1万円にさせていただいて、まあ、チケット5枚含みますけど、パムアーティストの方はもうすでにアーティスト登録ということでお金はいただいておりますので、今回はその分を引いた金額となっております。これはぜひぜひということで、今回パムアーティストの方ぜひ多くの方に来ていただきたいと思っております。で今聞いていただいている方、ぜひもし指導者の方、ご家族の方、お知り合いの方でそういった方がいたら、今回のこの、パムクラシックフェスティバルのご案内をしていただきたいなと思っております。また最後に、広報担当から、告知の話がありますけども、ホームページを見ると告知できるようにもうすぐなりますので、ぜひそのホームページも再度ご覧いただいて、一人でも多くの方に応募いただきたいと思っております。で今回ですね、そこの賞についてということで、この私があなたも主役にということを書かせていただいたんですけども、このパラミュージックデーは
もう皆さんが主役になっていただきたいなと思って、そのサブタイトル、あなたも主役にと入れさせていただきました。このあなたも主役にはもちろん、今回のパムクラシックフェスティバルの演奏する側も主役なんですけども、それを支える側であったり、聞く側の方も主役になっていただきたいと思っております。というわけで、賞についてということで、聴衆賞というものを今回考えております。会場で聞いていただいているお客様が審査員となって投票を行って、投票数多い方に聴衆賞が渡されますと。で、聴衆賞を受賞された方は、第2回パラ国際音楽コンクール予選通過権を獲得する権利が与えられます。これ実はコンクール出られた方は、すごいじゃんって思っていただくと嬉しいです。というのは、本当に予選から本当にレベルが高くて、コンクール。正直、予選突破しそうかなっていう方も、今回本選には行けなかった方も正直いて、この聴衆賞でぜひ予選通過権を取っていただくといいのかなというふうにも思っておりますので、ぜひ挑戦していただきたいなと思っております。でただ、お日にちというか時間的に制限がございますので、定員数は曲の長さにもよりますけども20名ほどと今させていただいております。で締め切り日は、11月30日とこれもなっているんですが、先着順、基本的には先着順となっておりますので、もうすでに11月30日より前に、すでに20名ほど超えてしまいましたら、そこで受付終了となってしまいますので、お早めにお願いいたします。詳しくは、この後広報担当よりまたホームページ上で告知をさせていただきます。本日5時ですね、本日5時より、新着情報に載せようかなと今思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ次、シンポジウムについて少しご説明させていただきます。パラミュージックデーの第2部の企画として、パラミュージック国際シンポジウムということでお名前を入れさせていただきました。これは、どのような方が対象かといいますと、ご自身が障害を持たれている方、ご家族に障害を持った方がいる方、または例えば学校の先生とか音楽教室とか現場で障害を持ったお子さんと関わっていらっしゃる方、またはもう舞台で障害を持った方と関わっている方など、すべての方を対象にしたお話です。また具体的にパネリストとは決まっておりませんけれども、先ほどから小柳先生からお話があったように、個性ですね、障害をプラスに変える素晴らしい音楽、演奏、生き方をしていくにはということをみんなで考えて、みんなで思いを共有していこうというのがシンポジウムでございます。まさにこの、あなたも主役に、ここも直結しておりまして、一人一人の方がどうやったら輝くのか、その輝き方は多分人によって違うと思うんですけども、それをこちら側が知ってるか知ってないかはやはり非常に大きな問題だと思います。なので一人でも多くの方と出会って多くのパターンを知るとか、そういった意味でもこのシンポジウムでいろんなお話が聞けると思いますので、ぜひこれも聞いていただきたいなというふうに思っております。主役、前に出る方も裏方の方もいろんな方すべて主役ということで、このお話も聞いていただけると嬉しいなと思っております。では、第3、最後になりますが、今回の入賞者のカラコンサートということで、見事上位入賞されました方をここで改めて、ご紹介させていただきます。では、ですね、そうですね、一番上からいきましょうか。はい、じゃあ8番ということで、今回実は第1位ということでグランプリ取られました兵藤さんですけども、今回急遽ですけども、コンクール決まった後なんですが、今回の第2回の先ほど少し紹介させていただいたパムアーティストコンサートに実は出ていただくことが決まっております。五平賞と西川五平さんも今回審査員入っていただいたんですけども、五平賞と、ダブル受賞ということで、本当に素晴らしい演奏を聴かせていただきました。でもちろんご自身会社員の方でということで非常に苦労されたというお話もその時していただきまして、本当にバックグラウンドとそして演奏の素晴らしさ、2つの側面を私も学ばせていただきました。ぜひ今回はガラコンサート、パムアーティストコンサートも来ていただきますけども、ガラコンサートでもオーケストラとのピアノコンチェルトございますので、楽しんでいただければと思っております。続いて9ページお願いします。はい、こちら、銀賞シルバー賞ということで、バイオリンでございます。こちらは、実は第1回のパムアーティストコンサートに出演いただいた研究生の方なんですけども、今回見事上位入賞されまして、こちら近藤さんの方もオーケストラとコンチェルトでございます。コンクール出ていただくとこういった新しいまた出会いもあるので、
ぜひ第2回のコンクールも挑戦していただくと、皆様にもコンチェルトとやっていただく機会をもしかしたら提供できるかもしれませんし、ということで、ぜひここを目指して皆さんも頑張っていただきたいなというふうに思っております。では、10ページお願いします。今回フリー部門で、エントリーされましたバラフォンという民族音楽の楽器なんですけども、本当に変わった音が鳴る楽器でしたけど、もう聴いてる側がどん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 惹かれていく素晴らしい演奏でした。こういった演奏はやはり実際に見て聴いてみないとそこが伝わってこないかなと思いますので、これもぜひですね、生で聴いていただきたいと思います。ガラコンサートのこれも目玉の一つでございます。続いて11ページ目お願いいたします。で、今回それ以外に、上位入賞された方、バイオリン、ピアノといらっしゃいます。それぞれ本当に個性的で、パーム賞受賞された中井さんなんかは作曲をその場でされる方なんですけども、これもやっぱ一期一会というか、その時の雰囲気、会場の雰囲気であったり本人のお気持ちであったり、そこが全て音になって現れます。で、ベストパーム賞の飯島さんなんかは、パームアーティストコンサートにはいらっしゃいませんけども、視覚障害の方なんですけども、本当に素晴らしいバイオリンを聴かせてくださいます。兵藤様は先ほど紹介させていただきました。で、マリンバの多田さんは、ダウン症の方なんですけども、本当にもうパフォーマーとしてのもうやっぱ経験がすごくて、やっぱ演奏、もちろん演奏する技術もそうなんですけども、いかに見せるかっていうことがパムアーティストの方には必要かなと私思っております。ぜひこういった入場された方のパフォーマンスをやっぱ生でご家族の方とか、ご本人様、演奏されているご本人様を見ていただくと、自分のこう今後 の, パフォーマンスの参考になるかなと思いますので、ぜひこれもご覧いただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ですね、では、以上で、今回のパラミュージックデーのご紹介をさせていただきました。ではここで、少し私一旦席を外しまして、広報担当よりSNS ホームページ等のご案内をさせていただきます。私一回ビデオ と,、音声停止させていただきます。失礼いたします。はい、ありがとうございました。ですね、少々お待ちください。皆様こんにちは。お世話になっております広報担当のパムの広報担当のマジキナです。私からパムが運営しているホームページ と, SNS についてお知らせいたします。まずですが、先ほど川島の方よりお話がありましたパラミュージックデイについてお話しさせていただきます。この後公式ホームページより、パラミュージックデイの新着情報をの詳細をアップいたします。夕方の17時ごろにアップいたします。今共有している画面見ていただくと、一番左にパムホームページの QR コードがあるかと思うのですが、こちらの QR コード読み込んでいただくとパムのホームページに直接飛べますので、こちらの QR コード読み込んでいただければと思います。もし QR コード読み取れない方がいらっしゃいましたら、インターネットでパラアーティストマネージメント協会と検索していただくと一番上にヒットしてくるかと思いますので、そこから新着情報をチェックしていただきたいと思います。続いて、パムが運営している SNS についてお話しさせていただきます。パムは Facebook、Instagram、Twitter、そして YouTube の運営をしております。YouTube はまた後ほどお話しいたします。Facebook、Instagram、Twitter では最新のコンサート情報やコンクール情報などをお知らせしております。あ、マスク、マスク。すいません、マスクを外しておりませんでした。SNS ではですね、コンサート情報やコンクール情報などをお知らせしております。またコンサートやコンクールに出場するアーティストからいただいたメッセージだったりとか、インタビューなども投稿しておりますので、当日の演奏を聞く前にアーティストの人柄だったり、どのような演奏をするのかなど事前に知ることが
できるので、コンサート当日の楽しみが増すような内容を SNS にアップしておりますので、ぜひフォローとチェックをお願いいたします。現在画面に表示されています Facebook、Instagram、Twitter、 こちらの QR コードからアクセスができます。また QR コード、先ほども言ったんですけれど、 QR コード読み込めれない方は、各 SNS だったりとかインターネットでパラアーティストマネージメント協会と検索していただくとアカウントが出てくるかと思いますので、そちらからよろしくお願いいたします。お待たせしました。続いて YouTube のお知らせです。現在パムはですね、 YouTube を運営しておりまして、過去に行われたコンサートだったりとか、コンクールの動画などを投稿しております。先ほどお話に上がっていた第1回パムアーティストコンサート、そして第1回パラ国際音楽コンクールの各アーティストの演奏も1人ずつ YouTube にアップロードをしております。これからお気に入りのアーティストを見つけることができるかもしれませんので、ぜひ YouTube チェックしていただければと思います。出演されている今聞いてくださっている他のアーティストの方も、自分ではないどなたかの他のアーティストの方の演奏を参考にしていただけるかと思いますので、ぜひご覧ください。こちらの YouTube も今画面に表示されています QR コードから、PAM の YouTube アカウントに飛ぶことができます。もし QR コードが読み込めない方いらっしゃいましたら、 YouTube 上でパラアーティストマネージメント協会と検索していただくとアカウント出てきますので、ぜひチャンネル登録とあと動画のチェックよろしくお願いいたします。はい、PAM なんですけれども、検索する際に PAM っていう検索の仕方だとちょっとヒットがされない可能性がございますので、お手数をおかけするんですけれども、パラアーティストマネージメント協会と検索していただけると幸いです。はい、ありがとうございました。広報からは以上となります。また、ホームページの方にこの後、パラミュージックデイについての新着情報アップいたしますので、17時ごろにまたチェックお願いいたします。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、事務局より最後、もう一度、アンケート等についてのお話をさせていただきます。特に画面等はございませんので、聞いていただければありがたいです。少し、前のところですが、まとめとさせていただきまして、4つのことを、今からお話をさせていただきます。事務局からのお願いということで、最後に4つ改めてお話をさせていただきますので、もう少しお待ち、お付き合いいただきますようお願いいたします。小島理事長より最初に話がありました、アソシエイトサポーターズについて、そしてパムアーティストについて、このパムメンバーについての話をもう一度皆様にさせていただきます。パムアーティストにつきましては、現在、広く受け付けております。基本的にはお問い合わせフォームであったりメール等で、直接いただい本人からいただいたりご家族の方から今いただいております。ただパムアーティストに関しては、審査がございますので、全く例えば初めての方ですと、やっぱアーティストと呼ぶにはということでお断りいただくことはありますけれども、審査があってこの3つプロアーティスト、アーティスト、研究生ということでご案内をさせていただいております。で、皆様にお願いなのが、ぜひすでに多くの方、ここに今聞いていただいている見ていただいている方はアーティストの方すでに入っていただいている方ばかりだと思うんですけども、お知り合いの方であったりだとか、知っていらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひこのパムアーティストをご案内していただけるとありがたいなというふうに思っております。やっぱりこれは出会いかなと思いますので、一人でも多くの方に賛同していただいて一緒に活動できればなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。続きましてアソシエイトですね。ちょっとこちらでは画面が小さくなっておりますけども、先ほどもこれも理事長からお話があったように、支える側もう本当に多くの方に支えがあってこういった活動を成り立っております。もうすでに今日聞いていただいている方で指揮者の方であったりだとか演奏者の方、プロの方たくさんいらっしゃいます。ぜひそういった方にアソシエイトになっていただいて、そちらの方からのアドバイスっていうのは非常に貴重になりますので、例えば新しい企画を考えていただいたり、動画の編集であったりだとか、あとは
レッスン等もですね、審査員等もですね、いろいろこれもお願いしたいなと思っておりますので、このアソシエイトにつきましても、ぜひ例えば今アーティストの方のお知り合いの先生でありますとか、そういった方にもぜひお声掛けいただけると助かるなと思っております。これもまだまだちょっと周知されてないことですので、ぜひ皆様のお力をここは借りたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、もう一つのパムサポーターズですね、これはまた近々ホームページに大きく載せようとは思っておりますけども、年間費という形で、ご案内させていただいております。本当にこちらの活動をするのにはやっぱりどうしても運営をしていかなければいけないので、これもサポーターズの方支えが必要になってきております。今聞いてくださっているご家族の方、これもお知り合いの方、一人でも多くの方に声をかけていただいて、ぜひお問い合わせフォームや、メール等で、こちらに送っていただくと対応できますので、ぜひぜひこちらもお願いいたします。サポーターズの特典等もございますので、またそちらも改めてホームページ等を見ていただければと思っておりますので、お願いいたします。で、1点目パムメンバーについてでした。2点目再度確認です、今度行われる9月18日パムは第2回のパムアーティストコンサート、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、まだまだチケットの方余裕がございます。一人でも多くの方に来ていただきたいと思っております。で、ぜひ知っていただきたい、小柳先生、小島理事長お話があったように、やっぱ知っていただきたいというのがあるので、ぜひご自身アーティストの方ご自身はやっぱり来ていただきたいなと思っております。またご家族の方も来ていただいて、そしたらもし第3回なった時は、逆にこの第2回出演された方が第3回に来ていただくとか見ていただくとかいうことにどんどん輪が広がっていくと思いますので、ぜひこれも、再度のお願いになりますけども、9月18日ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいと思っております。コロナ等大変流行っておりますので、感染症対策の関係で、座席数少し減らしてのご案内にはなっておりますけども、よろしくお願いいたします。次3点目です。パムクラシックフェスティバルです、2月の話ですけども、これの募集も先ほど広報からありましたように、早速本日ホームページ上でアップされますので、ぜひこれも応募の方先着順となっております。多くの方に声をかけていただいて、皆様に早くお会いできるのを楽しみに私もしておりますので、よろしくお願いいたします。ラスト4点目です。今回のこのカンファレンスについてのアンケートをお願いしております。パムアーティストの方につきましては、改めてメールでこのアーカイブ、今回リアルタイムでご覧になった方もお仕事等の関係で見られなかった方も今いらっしゃいますので、アーカイブ動画送らせていただきます。そしてそこにアンケートフォーム、 Google フォームのアンケートを送らせていただきますので、そちらの方でアンケートを書いていただいて、そちらがパムアーティストの方に関しては視聴確認、見ていただいたかどうかの確認も兼ねておりますので、大変お手数ではありますけども、パムアーティストの方に関しては必ずご記入をいただきますようよろしくお願いいたします。そしてこの、アーカイブ、そして、Google フォームのアンケートにつきましては、ホームページ上でもアップさせていただきますので、今アーティスト以外の方もご覧になっていらっしゃると思うんですけども、ぜひアンケート、一人でも多くの方に多くのご意見いただきたいと思っておりますので、アンケートに ご記入ご協力をお願いいたします。またその際に、こういったことを考えていますとか、こういうの面白いですよとか、逆にご質問等もどんどん受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。では、最後になりますが、理事長の方からお話ということで、最後締めさせていただきたいと思います。私の方は以上となります。ありがとうございました。失礼いたします。はい、ありがとうございます。かなり早いペースでお話をさせていただいて、あっという間に1時間半過ぎてしまいました。ご理解いただけたかどうかちょっと分かりませんが、先ほどから申し上げてますように、ホームページの方でですね、アーカイブ等々もアップしますし、何度も見ていただいてご理解いただければと思います。私が最後に申し上げたいのは、障害を持った方たちの演奏家をこれからですね、ステージに上げていくというか、啓発をしてるんだっていうところで、障害がある方に限定ですと言いましたが、決してですね、障害があるから演奏しますよとか、そういう風なつもりは全くないです。とっても素晴らしい演奏、琴声に触れる本当に感動的な音楽、誰が弾いてるの、誰が演奏してるのって聞いた時に、実は
例えば視覚障害を持った方が演奏してます。彼はこの音楽を作る までにどれだけの道のりでどれだけの、時間をかけてやってきたのかっていう、そんなところも、感動そして共感できるところではないかなというふうに思ってます。まあ、本当にあの世の中の状況がいろ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 変わりつつ、皆様の一つ一つの物事に対する捉え方もどんどん変わってきているなというのを感じます。ちょっと前ならこのような形でズームを通してですね、皆さんに配信することって、このパム以外でもたくさんの方がやってらっしゃいますがなかったと思います。まあ、世の中にはいろんなやり方があるんだな、いろんな感じ方があるんだなっていうのは、逆にこの、まあ、コロナ禍の中できっかけで、本当にあの演奏家の方たちは試行錯誤しながら自分の音楽をアピールされてきたと思います。で、私、まあ、このパムですね、本当に皆さんがこの素敵な音楽をどうやって作ったんだろうっていったところに、私は皆さんにそれをお伝えできるチャンスがたくさんあるといいなというふうに思ってます。まあ、私も先ほど川島からも説明がありましたが、本当に彼らの音楽に感動してこういった団体を作りたいと純粋に思っているだけで、それがたまたま障害を持ってた方たちが演奏したんだということなんですね。なので素敵な音楽を皆様に届けたいという、ただそれだけで、やっていきたいなと思っております。まあ、繰り返しになりますが、やはり素敵な音楽を届けるためには、障害を持たれた方がもし、演奏者としてやっていくならば、たくさんのサポートはいるはずです。そこも踏まえて一緒に歩んでいって、素敵なコンサートが作れたらいいなと思っておりますので、皆さん、何か、心に、ちょっと打ったものがもしこの今日の日にあれば、覗いていただくといいかなとお待ちしておりますので、どうぞまたホームページで見ていただいて、ぜひともご一緒に活動したいかと思います。最後にですね、9月18日にほぼ東京の方から参ります、大阪それから岐阜の方からも来ていただきますが、皆さんですね、本当にいろんな思いでですね、このコンサートを盛り上げていこうと思っております。当日もしいらっしゃる方がいらっしゃれないとしても、お友達で、名古屋とか、三重県とかそういった近くにいらっしゃる方がもしいれば、ちょっと聞かないっていうことで声をかけていただけると、助かります。はい、それでは、短いですがこれで今日終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。